皆さんこんにちは。今日は、タコと夏野菜のトロフィエを作りたいと思います。トロフィエっていうのは、実は私もちょっと今日初挑戦なんですけど、家で作れるパスタ、こうやってねじってこうやって作っていくパスタなんですけども、ちょっとどこかお店で拝見して、これ家で作れるんだよっていうのを聞いたので、ぜひ今日は挑戦してみたいなと思って、初めてなんで私もちょっとなかなかうまくいかないと思うんですけども、やはり季節的に夏なので、夏野菜とタコでそのトロフィエを作りたいと思います。いやー、美味しそう。こんなおしゃれな料理作ったことない。お家に遊びに来てくれた友達も絶対びっくりすると思う。子供とかにやらせるといいね。だから今日は、だいたい4人分ぐらいのパスタというかトロフィエの量を考えてます。なので小麦粉は 100g、 お水はその半量なので 100g の小麦に対しては、今日は 50cc のお水で、作っていきたいと思います。ちょっとずつちょっとずつ、初めてのこと言ってドキドキする。決めちゃって、こうやって、お箸で混ぜ合わせていって、ある程度まとまり始めたら手でこね始めます。もういいかな、こねていきたいと思います。これぐらいになったんですけど、これを一度ちょっと適当に形にして10分ぐらい置いておくらしいんです。そうすると生地が勝手に、その水と小麦粉が時間をかけることによって勝手に仲良くなってくれると。私たちがこうやって手で動くよりも、生地に、勝手に生地になってもらうそうです。だからこれでとりあえず10分ぐらい置いて、またこねるを繰り返します。こねて丸めて蓋をしてって、10分置いてまたこねてっていうのを2回繰り返したものが今これです。全然ね、違うの、テクスチャーというか手触りがすごいもちもちして、なんか滑らかな感じ。トレイに、強力粉を引いて、これからなんだっけ、これなんていうやつだっけ、ちょっと待って、これからトロフィエを成形していきたいと思います。ちょっと初めてのことって超面白いよね。でこれでこっから大豆大ぐらいの大きさのものちぎって、これを手の中で丸めて、丸めた後にこうやって伸ばしていく。まあまあでも最初は楽しいけど地味な作業だね。子供とかにやらせるといいね。だからなんか大きくなっちゃう、量が多いんだ。子供にやらせればいいんだ、こんな一緒に。で、これからトロフィーの、ソースを作ります。タコはもうすでに細かく刻んでます。そして夏野菜なんで、きゅうりを角切り、5ミリ、まあ大体の角切り、はい、じゃあ次はオクラを切ります。こんな細かい作業私家でしたことない。家のご飯で、でトマトも細かく
ではこれでソースを作っていきましょう。はい、じゃあソース作りです。火が通ってきたら最初にタコを入れましょう。タコを炒めます。アイエチって難しいんだよね。変になっちゃうときは、その数字通りにいかないときがある。ちょっと火が通ってきたんで、ワインを、まあ、だいたい2杯ぐらいです。で、タコがワインと煮詰まってきたら、トマト。トマトを、トマト入れます。で、トマト入れた後、またしばらく煮詰まるまで我慢。きゅうりとオクラにだいぶ火が通ってきたら水を、トロフィエを粉を切って入れていきます。これでも本当パーティーで友達とに作ってもらうっていうのいいね。友達だってもうちょっと美味しさがひときわ違うもんね。ひときわっていうか一味違うひときわ思い入れがあるから全然違うよね。5、6分。塩味だけどこんなにちゃんと味がしっかりついてる、美味しそう。愛着が湧きすぎて食べたくないかも。かわいい。もちもちしてる。こんなもんだと思うな。芯はない。もちもちしてる。じゃあこれを一回ザルにあげます。いやー美味しそう。こんなおしゃれな料理作ったことない。で、最後にオリーブオイルを一回し、はい、美味しそう。タコと夏野菜のトロフィエ。トロフィエできました。美味しそう。いただきます。美味しそう。美味しい。本当にソースに塩味も入れてないし、だからタコから出た塩味とパスタの時に茹でた、その茹でる時に入れる塩だけなんですけど、全然味がしっかりあるし、で最後にこの足したリコッタチーズが、ずるいねこれ、ずるい役割してるね。本当に美味しい。こんな簡単に作れちゃうんだね。これはお家に遊びに来てくれた友達も絶対びっくりすると思う。美味しい。